ねえ、私パーティーしたい。ハロウィンパーティー。そうだよ、トリックオアトリートのやつ。お店に行くとハロウィン用のパーティーグッズがいっぱい売ってるんだよ。ここ最近だよね、日本でもハロウィンが盛んになったの。そうそう、この4、5年で一気に有名になった感じ。それはしないかな。日本のハロウィンはね、仮装を楽しむお祭りって感じなの。当日の渋谷なんかすっごいことになるんだよ。仮装の人が街の中いっぱい集まっちゃうんだ。それでパーティーって何したいの？何って決まってるじゃん。仮装だよ、仮装。それ私も入ってるの？当たり前じゃん、みんなでやるの。ブライアン本場の人だし、こういうのはみんなでやるから楽しいんだからさ。私は恥ずかしいから。ダメです、チョコの衣装私が勝手に用意しちゃうよ。いいの？それはダメ。絶対恥ずかしいやつ用意するつもりでしょ。ねえブライアン、どれがいいと思う？これなんか可愛いと思わない？やだやだ、やめてよ。着るからせめて自分で選ばせて。はい、決定。あ、パーティーするのは私の家でいいよね。アリサ、お部屋片付けたの？片付けたよ、めっちゃ片付けさせられたよ。いい加減、ご両親に怒られたんだね。ご期待に添えるかな。まあお楽しみにってことで。そじゃあ来週末にパーティーね。各自ちゃんとネタは用意しておくように。いらっしゃい。私の部屋に来てこんなに喜んでくれる人初めてだよ。私もアリサのお部屋好きだよ。なんだか落ち着くんだよね。片付いてるからでしょ、めっちゃ頑張ったんだから。せっかく片付けたんだからこのまま維持したら？使ったものを元の場所に戻すだけでしょ。ああ無理無理、着てこく決めるだけでも散らかるんだから絶対無理。まあ私も原稿の締め切り前なんかはとても人に見せられたものじゃないけど。え、マジで？そんなに気に入ったの？ますます汚せなくなっちゃったね。まあ現状維持の努力はしてみるよ。すっごいたくさん売ってるんだ。私もうちょっと普通のが良かったのに。アリサがどうしてもって聞かないから。そんなに？涙ぐむくらい喜んでくれるとはね。私もちょっと予想外。この格好で？うん、いいじゃん。ちょっと取ってもらおうよ。
写真なんて無理だよ。ただでさえ恥ずかしいのに。何言ってんの、せっかく可愛いんだからちゃんと記念に残さなきゃ。ほらブライアンも可愛いって。1枚だけだよ。やった、そんじゃあ撮影よろしく。後でその写真ちょうだい。あ、一応私のでも撮って。1枚だけって言ったでしょ。2枚も3枚も変わんないって。ほらチョコもスマホ出して。はい笑って。うん送る送る。後でみんな一緒の写真も撮ろうね。もういいよ、普通の格好で撮ればいいのに。何言ってんの、こういう格好してるからこそ撮らなきゃ。コミケの時だってコスプレしてる人すっごい楽しそうに写真撮られてたじゃん。あれはレイヤーさんだから。私はそういう活動はしてないので、ブライアンは何用意してきたの。もしかしてミイラ男。おお、伝説の演歌芸だ。実際にやる人初めて見るよ。うわあ、っという間にぐるぐる巻き。本物のミイラ男みたい。それっぽいそれっぽい、いい感じなんじゃない。うん、うまく巻けてないところが緩んじゃってるのも意外といい味出してる気がするよ。ここでパーティーするんだよ。日本のハロウィンはね、基本的にコスプレして盛り上がるだけ。渋谷のスクランブル交差点にはたくさん人が集まるみたいだけどね。ん？別に何もしないよ、ただ集まって盛り上がるの。私あんなところにこの格好で行ったら恥ずかしくて死んじゃう。ただゴミをそのままにして帰っちゃう人が多いみたいでさ、ほんとよくないよね。イベントを楽しむのはいいことだけど、マナーはしっかりしなきゃね。そうそう、そんな感じ。楽しければ OK みたいな。私家の中が限界だよ。友達だけしかいないなら楽しめるけど。そんじゃパーティー始めるよ。お菓子食べまくろう。ほんとなんでこんな格好してるんだろう私。文化祭だよ文化祭。何しよっかな。アリサは何がしたいの。私たち去年は劇やったじゃん。うん、あれはあれで楽しかったよね。今年は飲食系がいいなって思ってさ、接客面白そうじゃん。飲食系？焼きそばとかたこ焼きとか。花がないでしょそんなの。もっと可愛くできるやつって考えると喫茶店しかないっしょ。喫茶店か。喫茶店といえばやっぱりあれ。まああれだろうね。やっぱこの手の話題は食いつきいいな。
私も見てみたいかも。いい資料になりそうだし。何人ごとみたいに言ってんの。チャコもやるに決まってんじゃん。私は裏方でいいよ。いらないから。リーダーはアリサがやるでしょ。私そういう責任はパスだな。ただ単にメイド服着たいだけだからさ。着たい人が着ればいいじゃない。私ハロウィンの時だって相当恥ずかしかったんだから。あれより恥ずかしくないっしょ。メイド服ってもう随分一般的になってるし。だからどうして着るのが当たり前になってるの。ちょっと観念しなよ。ブライアンががっかりしちゃうよ。もう分かったよ。着ればいいんでしょ。着れば。イエーイ。絶対に企画通さなきゃね。ブライアン頑張ろう。もう何これ、どうしてこんなことになっちゃうのかな。あ、そうだ、ブライアンもやる。メイド服用意するけど。おかえりなさいませ。それはちょっと大げさなんじゃない。ブライアンも手伝って、忙しいんだから。2名様ですね。こちらにどうぞ。メニューはそちらになります。お決まりでしたらお伺いしますね。オレンジジュースとアップルジュース、ケーキが2つですね。おすすめの手作りクッキーがございますが、ご一緒にいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。すぐにお持ちしますのでお待ちください。オレンジジュースとアップルジュース、それからケーキとクッキーを2つお願いね。オッケー、渡しといて。お待たせしました。オレンジジュースのご主人様。はい、どうぞ。ではこちらアップルジュースのご主人様、冷たくなってますからお気をつけくださいね。それからこちらケーキとクッキーです。クッキーは私たちの手作りですから、世界一美味しいですよ。ではごゆっくりどうぞ。立派なメイドさんって、それ喜んでいいのかな。いいんじゃない。私たち将来はメイドさんになれるかもよ。メイドさんを描くのは好きだけど、まさか自分がやることになるなんて思ってなかったな。そんじゃさ、これからはもっとリアルなメイドさんが描けるんじゃない。資料さえあれば十分なんだけどな。いいじゃん、自分用のメイド服が手に入ったんだから。これからは自分を資料にして書き放題だよ。自分を見ながらなんて恥ずかしくて嫌だよ。ところでさ、私たちのメイド服、男の子的にはどうなの。私はイケてるって思うんだけど、やっぱここは男の子の意見が聞きたいなと思ってさ。
そう、本当に？だってさ、ちょっと私は別に、アリサは似合ってるって思うけど。でもさ、メイドさんっておしとやかなイメージじゃん。チョコみたいな方がいいのかなって思って。え？ありがとう。何それそういうキャラが好きなんだね。まあ褒めてくれたことは変わりないし、お礼は言っとくよ。ありがとう。あ、お客さん、あちょこ、おう、アリサも準備しておいて。ちょっと、私ら休憩してきてもいいって。文化祭回ろう。うんうん、その前に着替えなきゃね。何言ってんの、そのまま行くに決まってるっしょ。どうして？宣伝宣伝、文化祭の最後に最優秀クラス展示の発表があるの。そういうこと。やるからには学年1位目指してお客さんいっぱい集めなきゃ。あ、ブライアンはこれつけて一緒に歩いてね。ちょっと、本当にこのまま学校の中を歩き回るの？可愛いんだからいいじゃん。ちゃんと写真撮影も OK してあげるんだよ。やだよ、恥ずかしいよ。ダメ、観念しろ。さあ行くよ。あれ、ブライアン？偶然だね。